クルクフ級河川モニターは、ポーランド海軍のモニター艦。本級は、沿岸部警備のために、ポーランド海軍が1923年度計画に、基づいて建造した小型のモニターで1926年から2隻が、収益した。クラクフの模型本級の基本構造は、浅い喫水の朝鮮首労板型船体に、断片防御程度の装甲で覆われた。 原則防御と司令塔と砲塔を持つモニターとして建造された。船体の形状は、たらいのように広く、浅く、成形されて座礁しにくい形状となっており、艦首についた怒りは十字型の簡素なもので、アンカーベッドはなく、秒差により巻き上げられた後、艦首の怒り穴にぶら下げられる。垂直に切り立った艦首から、 監視官伴上に近接戦闘用に七点九ミリメートル機銃を収めた円筒形の機銃塔が左右にはしご型配置で片元一機ずつ二機を配置した後に簡素な短脚式の全部マストが立った船体中央部に位置する七点五センチメートルカノン砲二門を収める司令塔に相打環境が設けられその背後に七点九ミリメートル機銃塔一機が設けられところで 選首炉が終了し、後部甲板上に、主砲の10センチメートルノン砲を収めた、円筒形の主砲塔が1機が配置された。その後方には、関西艇が並べられ、原則後部に2本1組のボートダビットを片原に1組ずつ、計2組で運用した。完備水面下に、ディーゼル機関2機に軸に繋がれたスクリューに、挟まれるように、 前後に長く上下に短い長方形の一枚舵を配置していた。手法は、四股打者の10センチメートルカノン砲を採用している。その性能は、重量14キログラムの砲弾を射程8400メートルまで届かせることができた。不行能力は、行角50度、深く8度である。さらに、旋回角度は、左右120度の旋回角度を持っていた。 砲塔の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。装填角度は6度で、発射速度は毎分3から4発である。他に WZ-18977.5 センチメートルカノン砲2門と7.9ミリメートル、mm、機銃4丁を装備していた。収益後の1932年に、すべての武装を撤去して、 手法を、シュコダ 10cm カノン砲に統一して、前部砲塔に2機、後部砲塔に1機の、計3門を搭載し、対空火器として 13.2mm 連装機銃2機を、搭載した。ジェレニエフスキ工場で1924年に、寄港、1926年8月28日に、収益。 1939年9月21日のソビエト連邦のポーランド侵攻の際に自陳処分。ソ連軍に露覚されて、不要、修理後の10月24日にソビエト連邦海軍、スモレンスクとして最終駅。1941年8月26日にドイツ軍の砲撃により大破後、9月15日にチェルニゴグ付近でスナカワラディンスクで自陳。 ジェレニエフスキ工場で1924年に寄港、1926年2月10日に収益、1939年9月19日のソビエト連邦の侵攻の際にで自沈処分、ビリニュスのポーランド語故障、1920年にポーランドの後押しでビリニュスとその周辺地域は中部リトアニア共和国としてリトアニアから独立するが、 1922年の国民投票に基づいてポーランドに併合された。これに伴いリトアニアはカウナスを臨時首都とするが憲法上はあくまでビリニュースが首都であると主張し続けた。ありがとうございます。